あ、来ましたということで続いてのゲストの方です。はい。石井さん。石井はいも。石友也でいいですよね。はい、そうです。石井友也です。俳優の石井友也さんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい,い、はい。ご自宅からですか。あ、そうですが今今日舞台終わってあ、そうですよね。はい、そうなんです。コロチキと一緒やったんですよね。そう、そうです。今日コロチキさんと一緒で。はい。はい。で、あと他共演者誰いってるんでしたっけ。 主演が小出圭介君。いや、そうですよね。はい。あら、でも、そうです。それで、今思ったんですけど、そういやね、一回マネージャーに日替わりゲストみたいなやつで、主演が小出圭介さんのやつなんですけど、どうしますかいや、まあ、それですよ。それか。でも俺、断ってないのに、いつの間にかなくなってるな。どういうことなんですかわかんないです。 コロチキに奪われたんかもわかんないです。ああ、まあけど、なんかスケジュール的な何かあったのかもしれない。いや、ないですよ、別に。スケジュールないからだって、このラジオ入れてるんですから。いやいや、なんかね、ちょっと、この舞台、ちょっといろいろバタバタでね、最初、まあ、貧乏神で中本浩二さんが出る予定だったりとかっていうのもあって。そうなんですよ。そうなんですよ。それで、ね、ちょっとご請求されてしまって、他の大役で、星田さん。 さんとかああ今日も出ました話題にホッシャンさんんかツイッターのトレンドに上がってるみたいな感じなはいそうそうそうその。ですよねんかね題が村本やったんでああそうなんですかはいあのその話を聞きつつ話題にしてたくさん出てらっしゃる舞台でそうなんですよいいえとんでもないですはいちょっとねあの石井智也さんとはなぜ あのー、お知り合いになったかというと,、えー、とそれこそ、えー「オイスケール、ね」との、はい、作品で村田光さんが主演で、はいえー、あの暗い夏の夜虹のたもとのエデンでしたっけ、はい、そうですそうですいや、まあ、すごいわ俺絶対名前言われへんと思ったけど言えましたわ <laughs> 覚えてるもんですね覚えてるもんですねそこで、えー、と結構同じシーンでねご一緒することがあって。 はい、そうなんで一緒でしたね、はい、石井智也さんもちろんね、ご存知の方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、ご存知のない方に、ウォーターボーイズが、えー、とデビュー作ですね。デビュー作でウォーターボーイズに出られ、そこから、はい、たくさん作品をやって、お芝居でご一緒にさせてもらって、それ以来、連絡も取ってはなかったんですけれども。<laughs> まあ、ツイッターでね、絡、うん、んだぐそうですね、気持ちがつながってる感じはいますよ。<laughs> やっぱあのお芝居あの全体的に暗かったじゃないですか、はい、まあそうですね重めの作品でしたからねで周りの人もやっぱなんかその、はい、暗い雰囲気になんかお芝居の練習中から照明をやってるから照明にこだわった舞台から真っ暗やったんですよね、はい、暗かったですねはい、はい、だからなんかそのみんな暗いから誰も喋る人おらんっていう中で、はい <laughs> はい、しっかり輝きを見つけて石井さん。<laughs> ラーメンを食べたり、中核だりとかしましたけれども。<laughs> はい、そうですね、懐かしいですよね、はい、もうね。はい,はい、いや、もう一緒に帰ってる時、いや、みんな暗くないですかみたいな話してましたもんね。大丈夫ですか?ね。みたい,ないやいや、暗かったんですよ。なんかもう。うん、自分もだって暗くなっていく気がしましたもん、んあの現場におったら。まあ、けど、なんか作品の内容が重いと、その、うん、演じてると引っ張られるじゃないですけど、そういうのありますよね。 そうそうそうそれで暗かったんですけれども、はい、そこに石井さんがおったから助かりましたよいやいやとんでもないですよもう本当に逆に助けられてはいいやいや,いやまあまんまね<う>いやいや引っ張られちゃうとねそうなんか普通普段はねちょっとオンオフ切り替えじゃないですけどちょっとしたいじゃないですかはいはいそう,そうだから帰りとかに途中まで一緒に帰ったりする時に、はい、あよかったんかまた明日も稽古 またこの帰りの時間とか、ちょっと話す時間も楽しいし。いやいや、楽しかったんですよ。はい、いや、そう、サウナ行ってますね。行ってるんですよ、これが。ね。はい、あの、まあ、本当に。あ、ありがとうございます。あの、稽古とか早く終わったりとか、まあ、舞台も本番が。あ、もう今日昼公演で終わっちゃったなって時に、お気づくと、もうサウナに出向いて。そんなにサウナ好きでしたっけ。いや、そこまで行けてなかったんですけど。はい、はい。 ちょっとあの、まあ、今の,その劇場までの帰り道のところでちょっとまあ乗り換えで立ち寄れるなっていうぐらいなんで今どこの場所でやられてるんですか今ねしあの池袋の東京芸術劇場、はい、シアターウエストってところではい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 上演中ででいつまでえっとあさってまでですね27日ですねいやーそんな上演中で大変な時期にもかかわらず ゲストありがとうございますほんとんでもないですけど50時間ですよねそうなんですよまだだから <laughs> 今でも3時間しゃべったんですけど <laughs> はい弾いてますこっちはもうもう,もうそうですね<え>普通にまだ3時間ってなって弾いてます いや,いやそうですよ、こ、ねうんねけどだって1個前なんて完全に自分の営業かけてましたもんね。あ聞いてくれてるやん。<laughs> ちょっと聞たといどしたしい,ま、はい、いやもう急に18時代にどしもネタ言ってんじゃないかと思って <laughs> そんな,なんから下ネタじゃないんです。じゃないんです、そう,だ、はい、そうなんですね。はいはい、いやもう時間の間隔5 0時間だからバグってんのかなと思っちゃったもんいや、はい、でも石井さんに会うのも三浦さんに灰皿投げられた以来ですね、本当に。 <laughs> なんかね <laughs> あんななんかありましたね。<laughs> はいありましたね、はい、本当に。もうね <laughs> 盛り上がっちゃったねこっちがね。<laughs> いや本当に。あん時にあ、はい、あのは僕がグラス投げられて投げられた時に石井さんが、はい、あの、はい、ザブルーハーツの。 リリンダリンダダ歌いだしたときには、はい、あこの人優しいなと思いましたよ。ちょっと待ってください。もうこめちゃくちゃプライベートなこと、平気でででぶち込んでくるんるす、ね、<え> <laughs> 話がね,、まあ、ね、いろいろありましたからね。<laughs> いやいやいや、これは僕が悪いんですよ、もちろん。あのー、終わってからね、はい、ちょっとお芝居終わってから、最後、最終日終わってから、はい、ちょっと打ち上げ軽くしたいよねっていうので、5人ぐらいでね、はい、中学園に行ったんですよね。はい そこから楽しくなってしまって、はい、カラオケ行って、はい、で結構みんないい感じで酔っ払った時ぐらいに役者の方で僕よりもちろん先輩で年上の方がいらっしゃったんですけど、はい、まあ僕がちょっとあ<れ>まあ悪い癖ですよこれ,これはもう芸人が悪い癖というよりも僕の悪い癖でね、はい、なんか結構あのお酒に飲まれた感じやったんで。はい いやー、はい、役者の酔い方してますねみたいな感じでね <laughs> じそんなんもちろん言ったら駄目なんですけれども、はい、いじったらあのー。 いじったら、代わりに、あのー、グラスが二個飛んできたっていうね。<laughs> <laughs> リンダリンダー。カリンダリン。ってなりましたね。あれ。あの時、みんな早かったですね、動き。あの。ね、全員が担当に分かれてましたもんね。一人は三浦さんを押さえて、一人はグラスを片付け。で、石井さんはカラオケでリンダリンダ歌うっていう。い <laughs> じもね。<laughs> 倒すじゃないですか。なんか、同じ座組であった回あったなって思う。 そうですね。みんなでね、一つの絵を作ったっていうね。めちゃくちゃパラダイスさん演劇人じゃないですか、もう。いや、本当に。はい。え、これが、もう演劇はずっとやってきたいみたいなのってあるんですかいや、もちろんでもお芝居は楽しかったですし、なんかいや、意外とね、やっぱあの時の評判がね、良かったんですよ、やっぱり。あっ、そうとか うんうん、言っていただいたりとかあそっからも僕はあの林さんと一度お仕事しましたからねああれですよねあの「白い楽園ロイトリっていうね<え>あの単独ライブに林さんにもやっていただいて林さんにもネタ書いてもらったり打ち合わせも毎回林さんには大変お世話になり、うん、はい、はい、あじゃあまたなんかねそのあるんじゃないですか演劇のねその林さんの作品だったりとかいやあいつくらいね <laughs> ま<た>あいついあマイナス思考やかあいつくらいの飲んでる場所みたいいいなな感じにっっちゃってますす、ね、<laughs> <もう> <laughs> 演劇はそういう方多いででからね <laughs> 本当も楽しかったですやっぱ林さん林さんなりの考えもあるし、うん、結構 あの時よりも濃密な時間は過ごしたんじゃないですかね、はい、お芝居の時よりも。お芝居の時は、出てる役者さんとかと長時間一緒にね、いてたりとかしたじゃないですか。はいはい、むしろ林さんと一緒におる時間はそこまで長くなかったですけど、はい、そうですね、はい、はい。単独ライブやる時は林さんとの時間共有して3人で長かったんで。うん。あ、けどまたいい。うんね、いい関係性を築けていいですね、はい。はい あと、一個思い出したのは、あれですね、面白かったのは、僕ら楽屋が3人一緒やったじゃないですか、はい、村田さんと、ねはい、僕と2君で。はい、で、その時にあのー、鳥見行ゆきから毎日のようにクイズが送られて,て <laughs> クイズきた本番ギリギリになって、こっちがもう余裕なくなったタイミングを鳥見行ゆきが見計らって、あいつクイズ送ってくるんですよ。はい 超迷惑だって <laughs> うちらクイズ好きなんだもん <laughs> <laughs>、ね、めっちゃで,で最初僕ら2人でねずっとこんなクイズ来ましたよとか、はいはい、やってましたね、うん、やってたけどマジで全然答え出えへんくてはいでちょうどい村田光さんが、はい、楽屋に来たときにたまたま <laughs>、はい 何やってるんですか?。何やってるんですか?。みたいになった、ね。全然似てない。全くってるんです,いいですけど、はいまあ、イメージね。はい。僕らがね、あの、いや、クイズやってるんです。っったらどんどんクイズですかってなって。クイズ答え。はいはい、早いのよね。答え出すのが。はい、<laughs> 早いっすよね。びっくりするぐらいクイズ王でしたよね。あれうん、全部。瞬殺、うん。いや、なんか、自分があ、分かって、分かったかもしれないっつったら。あうん でなんかちょっと答え言うと、うん、ああ考え方間違ってないっすねみたいな <laughs> 結局自分間違ってたんですけど <laughs> あれはすごかったっすねいやークイズあんなの人が得意やと思う知らんかったねいや知らなかったですよだってなんかクイズ得意そうな感じしないじゃないですか、うん、ないない,ない,ないあんまりそういうのやらないみたいな感じありますけど、うん、いやでも、ね、そう意外にクイズも好きやしゲームも好きやしあーそうだ言ってたゲーム好きって言ってましたねだからやっぱね、うん、あの,あのいやもちろん男前ですけど はい、かっこいいじゃないですか、身長も高くて。うん、めちゃくちゃかっこいいですよ。でもやっぱ怖いイメージってないですか見た感じの。ちょっとはい。でもそんなんじゃないですもんね。人は見かけによらないとは、あの人のためにあるような言葉というか。いや、本当にだってあのクイズすごかったじゃないですか、うん。うん。で、わすごいクイズオーダーめっちゃすごいとか言ったらめっちゃ可愛い笑顔で微笑むんですよ。<laughs> で照れるんですよ。 うん、村田光さんだから、ねね、そ,れその笑顔が見たくて、あの、カジに褒めるようになっちゃったっていう。わ、すごいですね光さんすごいですねピシャっと笑うんですよ。だからその笑顔でいて、ね、怖いから。なんかね、芝居に入っちゃうと怖い感じになっちゃうから。そうなんですよ。なんかそう,そう、本当にね、なんか雰囲気に入っちゃうとね。はい、やっぱ、キャラクターも怖いキャラクターやったから。はい、逆がね。 はい、怒ってるんかなってあるけど全然そんなことなくて、はい、そうでしたね本当にいやいい人でしたね鳥さんに感謝ですねクイズ送ってもらって <laughs> ね俺たちには見抜けなかったっすからねクイズが来るまではそうですよはい,いやだってけどなかなかですね本当に本番の5分前とかにクイズ送ってくるやついないですよ, <laughs> いっすよだって分かっててっ、うん、マジでやばいですよやばいすよ毎回でしたもんね いや本当ですよ僕は会ったことないけど何なんだっつって。<laughs> クイズ、ここ答え出るまでちょっと気になってしょうがないよっつって <laughs>、ね。本番クイズで答えたらすぐ違うクイズ出してくるんですよね。はい、途切れることなく。なね、本番にまで持ってこませる感じで。<laughs> はい、まあ、けどまあなんかあれですねあの、第4のメンバーみたいな感じでね。<laughs> いや、本当に。毎回毎回気にはしてくれてましたよ、鳥、はい、も。いや。

やりましょうよ。いやぜひぜひですよ。なんかいや本当にあの、はい、パラダイスさんの芝居すごい良くて。マジっすかそういうのどんどん言っていってください。いやいやけど本当ですよ。なんか、はい、あの結構難しい芝居だと思,思ってたんですよ。はい、役柄的に結構感情が爆発したりとか、はい、あの微妙な揺れだったりとか。はいはい、いやそういうマジででも台本見た時は全く何のこっちゃ意味わからんかったっすよ。はい やりながらじゃないですか、もう多分舞台って割とそういうところあって、しかもその、ボイスケールっていうところの作品って、ちょっと難しいというか、一つの、描かれてることが一つのことだけじゃなくて、裏の意味もあったりとか、まあね、なんかね、はい、いろんなのが絡み合ってるんで、それを演じれる。お芝居のね、また、お芝居の指導がないんですよね。はいね。 だかからなんか、あのー、いろいろばって感情をスポンって出してそこから集中すごい集中力だなと思いましたしラストシーンにかけてどん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 ん上がっていって、はい、日を増すごとにパラダイスさんの芝居もどん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 よかったんでこっちもそれに乗っかれて、はい、お芝居できたんでよかったですよ。 ぜひぜひちょっとなんかできたらねちょっとはい上げとかいいんじゃないですか、はい、石井さんあなんか劇団的なというかプロデュース公演とかはい、はい、ねえなんかゴリゴリコメディやりたいですけどねそれだったらゴリゴリコメディそうそういうのって誰が台本書くんですかねいや,ーいやーけどそうっすねまあ、うん、僕あんまり脚本家の方は知らないからなけどまあもなんかあるやつを、はい それこそ芸人さんが作ってるコントを長く伸ばしてみるっていうのもありですけどね。なるほどね。はい肉付けしてってっていうか。あでもなんか言ってましたよそう,うそういえば林ハイジが。何て言ってましたあの今回鳥とのやったやつの中で一個「遭難」っていうネタがあるんですよ。はい、それは結構15分ぐらいあったんですけど、はい、長尺コント。それは、はい、林さんが基本考えたんですけどこれは。はい 一本のお芝居にななるようなとは言ってましたけど、ね、ああけどそういう何か、うん、こ笑いだけじゃなくてその違うそのまあ前振りじゃないですけどストーリー的なところを膨らませてったら、うん、ね一1時間ちょっと伸びたり1時間ちょいとか2時間以内の芝居になったら作れなくもなさそうですけどね,、うんはい、ねえは動かします林あいいんじゃないですかいやただでも喜,、はい、喜ぶんかな結構 大変な作業をいろいろお任せしたんでね前回の林には <laughs> そうなんですか。<laughs> いやあの頼むの上手いっすもんね。<laughs> あ, <laughs> あのいやーって甘え上手というか。<laughs> いやいやどうなんですかね。いや<う>足元見てるだけですよ。あの人やったら断れへんやろって。<laughs> いやいやあのうわる。いっ <laughs> あの時そんなこと一切言わなかったのに。<laughs> コなんか自分まで同じと思われそうでやだなこれ。し、そもゲストに頼んでも、嫌な顔せず出てくるんやうなと思って、こっちも頼みやすかったですからね、ごじか間く、受けちゃったよ、嬉しいと思っちゃった。あいがいや本当にありがですいや、いろんなね、たジャンルの方を呼びしたい。あと、あの、村田。 ミツさんには俺、恐れ多くて連絡できんかったんですよ、はい。いやいや、連絡してきたらよかったんじゃないですか、ね、いやいや、なんかね、恐れ多くい。クイズ出してもらえばいいじゃないですか。<laughs> いや、もうバカにしてるよ。いや,いや、バカにしてないですよ。それはおかしい。それはおかしい。そのツッコミは間違いだよ。よ <laughs> 間違いですかまバカにはしてないですよ、間違うんですよ僕。ほら <laughs>、甘前上手で。<laughs> 本当にすぐ許しちゃうから、僕も。気心こっちは、はい <laughs> いやなんかいろいろあれですよね、ずっと今出て,出てますけど、演出家の,その林ハイジさんって方、いつもあの僕とパラダイスさん間違えてましたもんね、名前もいや、本当にね、ずっと僕のことを石井君、<laughs> ね、石井君って呼んでましたもんね。けど、あれなんですよね、そのその時の舞台のチラシが、あのちょっとちょっと写真なんか似てるんですよね、雰囲気、まあ、やっぱ分かりますよ。 体細いくせに顔丸いみたいなね、はい、いや僕ね体の細くないんですよ <laughs> あのじゃこれ言っていいかどうか分かんないですけどあの、はい、何回か裸見てるんですけどおっぱい出てないですかああもうたるんでますねはい銀シャリの橋本と同じ体形してるなと思って <laughs> いや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 まあまあ <laughs> で、ね、昔あの <laughs> 有吉さんに あのお前の体型はヘドロだって言われたことありますね。<laughs> <laughs> ひどい言われようだなと思っていやーいやーまあねあ<れ>出来上がってね汚れだねって言われましたね。<laughs> ほんまに銀シャリ橋本と同じ、はい、同じおっぱいしてますわ。本当 C カップぐらいのおっぱいついてますもんね。ーいやーもうなんかはいちょっと足りちゃってるんですよね。<laughs> ちょっと親近感親近感湧きますね、はい、橋本さんには。はいはい。<laughs> はい いやじゃ本当に今度サ、ね、もし橋本に会った時は、ね、ぜひ、はい、サウナに誘い込んで、はい。はい、僕と同じ体してるんですよ。いや、相手嬉しくないでしょそんなこと言われて。<laughs> はい、<laughs> いや、けど、本当に、けど似てるっていう、あ,あのエピソードじゃないんですけど。はい、あの、今やってる日本昔話の舞台で、はい、あの、稽古に、あの、レギュラーさんが来てくださって。っ それは日替わりゲストですか日替わりゲストの時にそれでレギュラーさんの西川さんがギャグをみんなにやって笑わせるみたいなシーンがあるんですけどそのシーンの時に僕の真横に来て「パッケダイス!」ってやりだしたんですよこれ何か別に似てるとかそんなことないけど雰囲気でやったんだろうなと思ってんか顔見た瞬間にそれが浮かんできたんかも分かんないそういうことかもしれないですよねはい いや、いや嬉しいなあ、そこで西川さんが見てくれて、はい。そうなんですよ。はい、おっと思いました。あ、やっぱ来たかと思って。そうなんですよ。いや、楽しそうなお芝居ですね、今のやつなんか。 いやもう毎日本当に日替わりゲストさんで芸人さんなんで明日はダチョウ倶楽部のリーダーとご一緒でわわいいじゃないですかそうなんですよ熱々おでんをやらなきゃいけないのでいやいいな羨ましいないやいや本当に僕も太田プロなんでそっか事務所一緒なんでねはいそうなんですよけどいろんな仕事してますもんねご一緒させてもらってねあそうですね本当に だから明日あの貧乏神と福の神っていう感じなんですけど貧乏神の役が明日生島博司さんなんですよ変わるんですか変わるんですよそっちも日替わり見たくなっててええそんなん覚えてくれるんですかあんまセリフはないんですかあいやすごいガツリありますだからしっかり覚えてきてくださって今日生島博司さんは舞台初日初舞台でいえ 初舞台なんですか初舞台なんですよだってアナウンサーですもんだから舞台はいそれで初でそれでコロチキさんとも初合わせでしびれる日でやったるでねいやもうめっちゃ怖かったっすね今日えでもさすがのプロでしたねもう本当にコロチキさんもちゃんともう笑いで持ってくしで生島さんはしっかり途中実況みたいな感じで入れつつああすごいあしも生島さんなんですか 明日も,もう最後まで生島さんが貧乏神の役をやられるんですけど、だから明日はあはダチョウ倶楽部のリーダーとが福の神なので、はいはい、明日は生島さんに熱々お電話をな <laughs> るという。面白そうですね。そうなんですよ僕が、はい、あのジモンさんの役割をして、生島さん、羽交い締めにしなきゃいけないっていう。いや、いいじゃないですか。もうそんな、ねはい、も目の前で山ほど見てきたんで、完璧にできるんじゃないですか、やっぱり。 いやー、もう一応、あの、鶴太郎師匠もやられてたんで、はいはい、あの、はい、貧乏神のお役をやられてたんで、その時には鶴太郎師匠を剥がいじめにして。はいはい、鶴太郎師匠片岡鶴太郎師匠が。そんなんでもヨガで全部抜け出されるんじゃないですか。はい、<laughs> いやいや、そこはちゃんと食らってくれるんですよ。もともと家元ですから、<laughs> <laughs> <laughs> えー、そんなもん、スルッとヨガで抜けられるんじゃないですか、あの細さ。うん、捕まえられないでしょ。 いや確かに細かったです、びっくりするぐらい。<laughs> ねヨガの細さじゃなくて、おじいちゃんとしての細さじゃんと思っちゃいますよ、ねはい、いやけどね、ボクシングもね、ボクシングのプロライセンスも持ってましたから、だからすごいっすあの人のバイタリティーすごいです,、ね、す,すよ、だって現場に入った時に、何時起きだったのかって話になって、はいでまあ、舞台、大体お昼からなんで、はいはい、早くても13時、うん、お昼の1時から。はい、はい で、何時、はい、まあ、すんごい早く起きても、五時とか四時とか、そんな感じだと思うじゃないですか。鶴太郎師匠何時に起きたんですかっつったら、十二時っつってましたね。<laughs> <laughs> 何時に寝てんのやろ逆にそこがろ、その。八時、八時、八時に寝てるっつってました。あ、でも、四時間睡眠なんですね。で、それで、一日一食なんで。はい、あの、普通に、他の方が昼食とか。はい、夕食とか、取られる時間に。は一時間の仮眠を取ったりとかしてるらしいです。はい ああなるほど睡眠を分けていってるんですね、はい、分けてはいへえ<ー>いやーすごかったですよなんかもう顔つきのシャープさえぐいですもんね今ねいやもうなんか、はい、な中谷達也さんみたいな感じにもう <laughs> なんですか <laughs> 渋い渋いっすよねはいめちゃ,ちゃお笑い芸人やったっけって思わすぐらいの渋さありますもんね いやそうなんですよ俳優としても,もう長くやられてるし、はい、もう超ベテランさんじゃないですか。うん、だ,けどだからなんかすごくあの渋い感じで貧乏神をやられるんですよ。全然貧乏じゃない感じでやんねやけどあの普通に顔がかっこいいからね。だけどホッシャンさんとかが、はい、あ,のあれお前あの よこじゃないかっつったら「チュッチュね」ってやってくれるんですよやっぱ芸人さんなんで根っこがちゃんと乗っかってちゃんとやってくれてる笑、はいは大好きやしそうですねそうなんですよで振ったら全部答えてくれるっていうのをやってて<ー>そしたらもう星アんさんも喜んじゃって自分が見たいものまね全部放り込むっていう本番中にた,ただ楽しんでるだけでもそういうのが面白いですからねい見てる人いやそうなんですよねいやけどなんかすごく嬉しかったですね昔見てた鶴太郎師匠のものまねって最近そんなに 見てなかったんで、もう今はだってもうヨガすもんね。そうなんですよ。っていうイメージすもんね。ヨガとなんか芸術家みたいな感じ。イメージ多いじゃないですか。はい、けど、なんか普通に、キュうちゃんつったら、おはよう。って休館中のキュうちゃんまでやってくれるし。そう、やった。こうやっぱそうなんですね。人を楽しませたいであったりとかね。はい。そう、それで、あの日替わりの服の髪の方が、そのネタをやってる最中とか、袖、袖で見てるんですよ。はい、はい。 んかはいあってきましたねでも全然大丈夫ですよ大丈夫ですかはいそうそうそれであのもう袖でずっと見てる姿がやっぱり芸人さん見る目は違うんだなと思ってあでも戻ってきたらいいね面白かった最高だよっつってはいやってるのがいい光景見れたなっていう舞台裏のそうですね確かにそういうのえでもやっぱ ないんすか最近、その俳優仲間でなんかそのお芝居を練習するなんとか会みたいなあったりするんですか、はい、ああ、ワークショップみたいなことみたいな、<習>なんかよくあるのが、よく言う聞くのがなんか、かジャニーズの岡田君、V6 の岡田君とかが、自分のジムに呼んでとか、なんかその小栗旬さんがみたいなのあるじゃないですか。あ いや役者、まあ、僕ちょっと今現場ずっと入っちゃってるからそういうのってないんですけど、はい、あの期間が空いたりとかした時に、うん、なんか芝居をしてない時間というのがちょっと不安になったりするんですね、えーいや。いきなり現場出て芝居なんてできんのかなって思っちゃったりとか。でなんか怖いんで、うん、知り合い役者仲間呼んで。 って一緒にちょっとこのシーンお芝居やらないっつってあるんややっぱり、ね、そういうなんかネタ合わせじゃないんですけどこのシーンをちょっと舞台一本作ってみようかみたいなことで,、はい、で動,画動画撮って見てみたりとかえういう一応その演出できる子読んで、はい、そういうのをやったりとかはしてましたねえー、まあ時期的にまあちょっと集まりづらくなったからなあなりはしたけど、はい、やってるっ、ね、けどなんかやそうですね昔けど本当にまだ もう10年以上前かな、そんぐらい前とかは、あの本当に役者仲間集まった時鈴木亮平とか来てましたよ。ええー、あのーなん、変態仮面でも同じ変態仮面と、はい、そう、はい、瀬古丼の。はい、鈴木亮平とか、あと、ま、ず昔ドラマで一緒だったんで、はい、その時のメンバー集まって、はい、みんなであのワークショップやろうよっ,つって、はい、公民館みたいなところ借りて。はい、すごいな いやね、みんなね、そういうのが好きですからね、<laughs> 好きで始めてるっていうのがなるほど。ちなみに、石井さんが思う、もちろん全員すごいと思うんですけど、石、うん、井さんが思う、はい、この人すごいなっていう役者さんとかって誰なんですか僕あの、デビューしたのがウォーターボーイズで、はい、だから今から19年前なんですけど、何歳ぐらいの時ですかえっと ?19 歳です。僕今38なんで。はいはい、19歳。はい その時までは演技経験っていうのが、まあ、劇団とかのレッスンを受けたりとかはしてたんですけどそれぐらいしかなくて、はいうん、で本当にプロの現場入って、うん、でその時に山田孝之と出会うんですよねえー、でまあ主演でしたから、はい、山田孝之が、はい、でその時に一緒に、まあ、その芝居をしてたんですけどそ,えその山田孝之さんはもう何作品もやって、はい もう何作品もやっててそれで、まあ、僕も、はいうん、普通に一緒に芝居してたんですけど何、うん、か僕を説得するみたいなシーンがあって、うん、その時に自然と何か涙があふれるっていうかグッて来て、えーはい、役柄と同じ感情にさせてくれたっていう部分があったんでわわ、えー、こいつすげえなーと思いました。 なるほどねその、はい、エンジあかんとかじゃなくて向こうのパワーがすごすぎてその気持ちになったんだそうなんですよへえあこれはこうやって人って動くんだなっていうはあかう,うん、うん、上っ面だけじゃないっていうかその時きっかけはだまずはそこあ演技ってそうですねそういうもんなんだみたいなうわあすごいと思ってああこいつって本当にすごいんだなってなんか なんかもちろん先輩ではあるんですけど、年、はい、が1個上かな、で、合宿から入ってるんで、まあ、仲良くはなってるんですよ、シンクロな合宿から入ってるんで、はい、そうか、<で>もう前もって、もう練習練習してるってことですね、はい、そうなんですよ、もうプールの練習から入ってるんで、はいはい、でそれで合宿生活してると、うん、もう役者というよりかは本当に部活動の仲間みたいな感じで、うん、なるほど,どうしや、はい、そうなんですよ。 うん、で本当に同じかまど飯食ってっていう感じなんで合宿なんで,、はい、で僕その時ちょっと太らなきゃいけないっていうのがあったんで、うん、だからもうみんなが逆に僕のこといじってあ日本昔話盛りみたいな感じなにてあなるほどね監督さんにちょっとぽっちゃりしたキャラでいきたいからつっていうので、はい、そうですそうですもともといやあの痩せてるわけじゃなかったんですけどだからぽっちゃりしてたから オーディションの段階でもっと太れるって言われて初めてのドラマのオーディションだったんでけどんかいやそれ無理ですなんてないじゃないですかもう普通に太れますっつって言うしかないですよねそうしたらなんか面白いねいいねってなってすごいな太らされるって役柄でいやびっくりしましたよなんか合宿で本当に朝から晩までずっと泳いでるんですよ だから、どうやっても痩せちゃうんですよ。あ、そっか、体力使うんで。そうなんですよ。運動しすぎてるんで、めちゃくちゃ、もうずっと手ふやけてるんで、水の中入ってるんで。すごい。ねそ高校卒業したてぐらいの時にやってたってことでしょう。やってたんですよ。そう、だから、まあ、逆に高校の延長線上みたいな感じで、卒業したのに、また高校生やってるみたいな。楽しかった、は楽しかったですか。あ、まあ、楽しかったですけど、きつかったですね。 あそ,のそ,っちそのセリフを覚えることよりも体を動かすことの方がきつかった。体の方が、うんもう最初プールにプール合宿ありやりますってって、それでシンクロの先生が、うん、じゃあ準備体操終わったんで、じゃあまずクロールから泳ぐところから行きます。じゃあクロール100本用意ハイから始まったんで。えー、クロール100本ずっと泳ぎっぱなしって感じですね。それみんなやってたわけでしょみんなやったんですよ。出てたメンバーは。 いやその時最初は山田孝之は金づちでしたからねえ泳げなかったんですか泳げなかったんですよだから僕たちより1週間ぐらい前に個人レッスンみたいなシンクロの先生に受けててやっとちょっと泳げるようになったっていうぐらいから始まってるんですよへえー、全然僕見てましたけどそんな感じに見えないっすもんねいやその合宿で、まあ、1週間ぐらい最初合宿入ってたんですけど僕プロテインとか飲んでたんでその太るようにはい、はい あのウェイトアップのプロテインとご飯いっぱい食べてってなってあんなに運動しててもやっぱりちょっとずつお腹出てくるんですよへえー、やっぱそ,そのカロリーオーバーさせてるんでだけど周りがみんなお腹がシックスパックに割れてって嫌いなってってっいや羨ましいですよだって自分だって普通にやってりゃそうなんのかなって思うじゃないですか <laughs> 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 でもまあその時のイメージのままが今のね 石井智也さんになってるなんわけですから、はい、逆に監督とかはもうニヤニヤしながら仕上がってきたねっていう <laughs> <laughs> うんすごいでもすごいですよねその鈴木亮平さんでしたっけあはい痩せたり太ったりとかいやすごいっすよそのザカメレオン俳カメレオン俳優って言ったらいいんかなちょっとわかんないですけどまあそうですね何色、まあ、アプローチとかねはいはい,、はい、い,ろいろ言いますけどすぐガリガリの時とムキムキの時全然違いますもんね いや、本当に何かダイエットモードに入ってる時に、はい、あの一緒にまあ食事する機会があって、はい、で、あのまあ本当に徹底した食事管理もしてるし、まあもちろん運動もしてるんで、はい、けど、はい、あ、じゃあサラダぐらいだったら食べれるんじゃないっつって、はい、あのまあやっぱ体心配だし、長期ぐらいなんですか？えっと年、う、ね、んそ、そうですね。はい。で年齢はに一個か二個目ぐらいなんですけど、それでまあ。はいはい まあそれも昔、レガッタっ,っていうドラマで、スポーツ系のドラマだったんで、ずっと一緒にいて、っていう感じで仲良くなったんですけど、そのダイエットモードの時に一緒に食事してて、まあ,あ、野菜、サラダとかだったら太らないんじゃないって言ったら、石井ちゃん、それ違うんだよと。ドレッシングがダメなんだよってって、うん。わ、えー、な,っっあーなるほどね。うわー、徹底してんなーと思って。いや確かに言ってたわ、なんか、オードリーの春日さんも、サラダに塩をかけて食ってましたわ。はい、あー、やっぱ油がね。 うん、そうみたいですよ。けど本当にストイックですからね、ね彼は。もう昔から本当に何事にもストイックにやってたんで。いやー、すごいなー。うん、やっぱ人間、自分にストイックになれるってすごいっすよね。いやいや、本当ですよ。うん、パラダイスさん、なんかストイックになれるとこあります、ね、いや、ないでしょ。見てたでしょ、俺が。<laughs> 俺がストイックじゃないことは分かってたでしょ。<laughs> <laughs> 家で台本開かない人間なんすから。<laughs> いやいや、<laughs> こそこそやってたんじゃないですか、本当に。こソレ？こソレ？こソレやってないですよ。<laughs> 本当ですか？はい、こソレ。おおまあやらんかは。 はい奥さんがブログに書いてませんでしたで珍しくパローダイソが台本を開いてましたっ <laughs> 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 書いてましたそんなんそんなんあったっけなん,なんか最終日かわかんないですけどどっかの時にいて最終日やったら遅すぎるやろ <laughs> 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 一応開いとくかみたいな子素練はしないんですけど僕が会った時にやっぱダラダラしたくないから、はい、隙間時間を見つけて練習に付き合ってもらうっていうのはいろいろするんですよ。 いや僕だからそれがあの、うん、僕と全くタイプ一緒でありがたかったなと思って二、はい、人のシーン結構多かったじゃないですかいやそうなんですよそれで僕も合わせないと絶対できないなと思ってたんで、はい、それであの割とあの自分がしっかり覚えてから合わせたいタイプの人と全然うる覚えでもいいからやってみようよみたいな僕もとりあえずも間違ってもいいからやってみようよのタイプで。はい まあ数重ねれば絶対できるんじゃなないかなって思うんで、はい、そう僕もねそ,ううそのタイプのであれですけど、はい、でやっぱだから、はい、村田光さんと合わせて練習するときはなんか完璧にしてからしか誘ったあかんのかもしれへんっていう気持ちをさせられましたよ、ね、<laughs> <laughs> けど逆にそれが良かったかもしれないですよね <laughs> 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 なんかうちらがうちらちゃんと結構しっかり入ってましたもんね顔怖いからあの人 顔怖い、やめましょうよ。<laughs> めっちゃいい性能に、顔怖いから。<laughs> い,やい,やいやね、イメージがね、ちょっとね。<laughs> そう。うちら、顔優しいから。<laughs> そう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 。いつも、その石井君の顔見てて、<う>ね、急にやっぱ村田光さんの顔見たら、怖ってなるからさ。<laughs> なんで、もう一回僕かますんすね。<laughs> <laughs> じゃ、もう一回僕見てください。そういう時は。ギャップで。<laughs> ギャップでね。で、石井君の方見たら、だらしなって思うから。 <laughs> うわー最悪だな <laughs> だらしないちょっと似て <laughs> いやてててい俺自分でも自分,自分の顔もだらしないと思ってますからそんなことないですよパッチリお目目で本当に褒めていかないと確かに絆もやっていきましょう、はい、そうしましょうサウナ行きましょうなんかおすすめのサウナ見つけましたはい、はいえー、けどまあいつも大体いい新宿あたりのエルマーユスか <laughs> テルマユじゃなくて、僕は割と区役所のあそこ行ってます。駅前区役所さんはい、そうです、そうです。あそこいいっすよね。あそこいいんすよ。安いんすよね、あそこ。安いんす一1時間1000円で入れるんで、もパパッと行って。え、1時間で行ってんすかワンタイムで行ってんすかそうなんですよ、僕は1時間500円ちゃいましたけど、1時間1000円。30分が600円です。ああ、そうだよ、そうです、そうやはい。で、1時間1000円。え、それ3セット 3セットいきます僕は行けます3セットいやめっちゃ急ぎますよほぼ休憩せず休憩してますあした上ではい僕いつもあそこ1時間の場合は長めのワンセットするんですよ、はい、ああ、うん、いやーけど今度一緒にちょっとはいぜひぜひ長めのワンセットでもいいんで、はい、あ,あそこでもいいですしもしよかったら、あのーはい、東久留米の方にスパジャパあるんですよ、はい おぜひ1時間ぐらいちょっとかかりますけれどもあまあいいですよ行きましょうよ一1日空いてるところ安いですから、はい、1700円ぐらいで岩盤浴も入れてわ<ー>はいでもうサウナもあのテントサウナとかバレルサウナとか置いてるいい、はい、外にわあ最高じゃないですかただ水風呂が外にはないんですけどでも、はい、最高ですよそこ行きましょうあ、はい、ぜひぜひ行きましょうはい、はい ミツ、ね、さん誘っていきます。<laughs> 一回声かけてみましょうか。<laughs> 一回声かけましょう。なんかね声かけないっていうのはなんかねこんだけ話して、ね、<laughs> はいね本当にいやそうなんですよ行きましょう,しょうサウナあの僕髪の毛切ってる場所が、うん、あの、うん、新宿なんですけど、はい、ほうもしかしたらパラダイスさんも昔行ってたかもしれないっていう <laughs> えなんていう名前ですか。 コアです。コアです。なんです。コアです。コアのなんかね、僕はね、知り合いの社長さんから紹介してもらって、ビップルームみたいなのあるんですよ。ありますそこで、タバコ吸いながらね。いや、嫌な客だな。タバコ吸えたんですよ。まあ今はちょっとわかんないけど、タバコ吸いながらね。 はい、あの切ってもらってしかもあの、はい、ちょっとお値段も安くしてくれてたんででもなん足元見て金正規、はい、料金取り出すようになってからもういかんくなったんですよ <laughs> そんな話やめしなくていいのに <laughs> 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 いやチラシ持ってって「<laughs> なんかパラダイスさん」って「はい、あなんか前来てたような」とかって話になって「はい、えそうなんすか?」っつって <laughs> そ,うそうなんそうなんはい。

そそううでですす、はいね、なんです、はい、<laughs> めちゃくちゃプライベートな情報全部言ってきますから、ね、<laughs> 自分から言っちゃいましたけど、はい、いや僕はもう行かないんでね大丈夫なんです <laughs> いや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 んかこっちが逆に振るんじゃなかったみたいな感じになりますから <laughs> いや本当にいいお店ですよ <laughs>、はい、いやいや本当にいいお店なんですよはいえほん楽しみですよなんかいろいろね、まあ、新宿界隈で。<laughs> いやちょ思い出がいっぱいですけど。そうですね。思い出がいっぱいですね。はい、あまあ、飯、飯とかでもちょっと、まあまあね、お忙しかったと思うんで、あれですけど、はい、はい。ぜひ、なんか、ごめんなさい。ごめんなさい。サウナ行って、はい。うまい飯でも食いましょうよ。ああ、そうですね。ね町,町,町中華みたいなね。あそういうのがいいです。うん、もう、うん。はい、行きましたね、えー。川崎の町中華。 あいきましたね。あれ良かったですよね。いや良かったですね。たうまかったですよね。なんか何がうまかったってなんでもうまかったけどな。うまかったです。普通にはい餃子とビンビールとみたいな。ああいいですね。はいそういうのがいいですよね。いやなんかま周りのお客さんもカウンターだけで良かったじゃないですか。うんなんかその若い人があんまり多くないから気遣かなくて済みますよね。あそうですね本当に。 気楽にご飯食べて軽く飲んでって感じで街、はい、歩いてて結構顔とかって刺されるもんですかいや僕今全然ないんですよどのタイミングが一番ありましたいやそれはウォーターボーイズの時は、うん、えファンレターとかファンクラブとかもあったんですかファンクラブはなかったですけど、はい あの番組宛てに何か送ってくれたりとかまあ事務所にもあったりとかっていうのはありまねそういうのって電話番号とか書いてたりするんですか電話番号はさすがに書いてないですけど書いてないんですかでも分かって芸人の時とかってそういう電話番号をファンの人から女性から書いてあったりとかしましたよああけどあんまり役者にはメールアドレスとか書いたりとかはあるかもしれないですけど、はい、なんか普通にあの返信用の ああ、にサイン書いてくださいみたいなね。はい、そういうの入とかありますよね。そういうのありますね。<の>往復はがきとかね、そういうの。ーそのなんか DM とか今、まあ、Twitter とかインスタとかやってるじゃないですか。はい。DM 来たりするんですか僕、全然ないですよ、そういうの。ないんですか僕、逆に、あれです、Twitter とかあのコメントもらったやつとか全部返信してるんで。え<っ>だから 全然普通にあ,ありがとうございますとかなるほど普通の返しだけですけどけどなんか来たものに関しては全部返せる範囲は返してるんで、はいえー、そんななんかその一度抱いてくださいみたいな話は言ってきたりしないですか <laughs> な,ないですないです<え>そんな僕そんなキャラじゃないですもん <laughs> そういうふ思われないですよいキ,ャキ,ャラキャラとかじゃないですよその、はい、実際にの人、ね、そういうファンの人にとかないんですかねと思って、まあ、いやないですよ逆にファンの人から事務所に何かいろいろ送ってもらったことがあってはい なんか段ボールで送られてきて何だろうなと思ったらカップラーメンとか保存食とかなんか仕送りみたいなの送られてきたから親心で見てくれてんだなと思ってありがたいですよ。いや嬉しいですよねでもねそんな届いたら。いやありがたいです。なんか湿布とか入ってる時ありましたもん腰,、うん、腰痛いとかそういう時に。いやいやもうね俺ねそのずっと一緒におってまあもちろん楽しいし清、はい、いや、まあ、清しいしさん、はい、ただなんか性の話一つもしてないなと思って。 あ、なかったですね。はい。そう。こんなこと、その、任してまう感じかわかんない。です俺はワンチャンゲイちゃうかなと思ってるんですけど、どうですか、その辺。あ、違いますね。<laughs> いや、本当にこれ、僕だから。はい、あの。逆に。うん、あの、そっちに、蝶目系の人に。うん、いや。 なんか違うんだろうけど、押したらいけそうだよねって言われ、言われますよ。どういうこと押しに弱そうってことですか押しに弱そうって、優しいから受け入れてくれそうみたいなこと言われてそれはでも思いますわ。そうなんですかはい。そうそうそう。僕も共通して言われるんですけど、ゲイからモテそう。はい。そこははいなんですね。ゲイから、あの、あれですね、なんだろうけど、周りにちょっと。 多かったわけでもないんですけど、僕、高校3年間、同じクラスだった同級生、男の子が、今、ひげガールっていうお店あるじゃないですか、はい、わかります、はい、歌舞伎町にある、あの、おかバーといそこのひげガールのベルって、いうベルっていうナンバーワンの子がいるんですけど。ルさんははいい それも高校3年間同級生なんですよ、えー、えちなみに学校って普通の学校行ってたんですかそれとも堀越みたいな、はい、ちょうどその役者さん通りを。堀越通、はい、ってて。けど別に芸能コースとかじゃなかったんですけど、はいあのー、たまたま同級生で同じクラスで3年間過ごしてて、はいでまあ、もうその当時から中性的な感じだったんですけど、うん、けどなんか同級生で友達だし、うん、仲いいんで。うん 普通に接して,て、うん、でお男として接するとか女として接するとかもう関係ないみたいな普通に人として接するみたいな感じでいたからで周りに他にも、うん、あのそういうジェンダーフリー的な子もいたんで、はい、はだからなんか寛容寛容というかうま,あまあ寛容というか時代を先取りしてたんですね。 そうですねなんか別に、うん、ああそうなんだねぐらいにしかないっていうかあまあまあそのねまあ僕もその気持ちは分かりますよ全然寛容なんで僕もはいはいそうですね、はい、寛容も何もその、はい、中学の同級生に口でさせられてたし口でしてたことあるからね <laughs> いやもうそれあれあの <laughs> そう <laughs> あのとんでもないウィキペディア持ってる男ですもんね <laughs> <laughs> マンションの屋上で。 小学校の時に、口でして、口でさせられてたからで。いや、あの、だから最初、僕、だから共演する前に、共演者の人のことちょっとネットで調べたりとかってあるじゃないですか。はい。そしたら、必ずなんかちょっと、中川パラダイススペースゲイとか、なんかちょっと出てくるじゃないですか。はい、出てきます、出てきます。はい。それで、なんだろう、なみたいな、すごいやけに出てくるな、みたいな。はい。けど、で、なんか、ウィキペディアとかね、いろいろなもの見てると、結構のエピソードが出てきて。 あす,すごいなと思って <laughs>、ね一部。ごく一部でございますよ。いやご,くごく一部でしょうね。<laughs> <laughs> ごく一部でねもう、まだね、もうちょっとこの話は、ちょっと違うタイミングいす、ま、で。サウナ行った時にでも。サウナで一番聞きたくないわ。<laughs> <laughs> もう怖いわ。ういうんないサウナで二人きりの時に。 僕がお口でした話やめっいもう本当に、うん、やっぱりちょっと1時間に1回は下ネタを挟む感じになってくるんですね、<laughs> このラ,ラジオはいやいやいや、そうなるんですね。まあパラハブって言ってるぐらいですからね。ああまあね、ちょっとそこのところはもう、はい、かかテンションがね、持たないといけないんでね。はいはい、いろいろな。だって、まだ言っても始まった。 今は4時間目ですね。恐ろしいっすわ。いやいや、本当に石井さん、おしゃべりがお上手で、達者なんで楽しい時間過ごしたから、あっという間に感じたけれども、これは深夜帯が怖いというか。いや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 、本当に、飯とかどうするんですか飯はにおにぎり買ってるんですよ、10個。あそうだ、なんか、おにぎり買っとこうって書いてありましたね、ツイッターが。はい、そうです、そうです。あとね、今ね。 便意がすごい来てるんですようわちょっとこれどうするんですかいやこれはでもねちょっとまあそうなったら一回ちょっと、えーはい、石井さんには退出していただきタイポンと江戸に喋ってもらった間に二三、はい、分でクソを済まそうかなと思ってますね <laughs> 仲良い,いオブラーをつまないですね <laughs> <laughs> 最初ちょっとお手洗いでいいのに <laughs> 内容がねあそういうことなんですね、うん、はい いやいやいやでもちょっとありがとうございました。もうね、あんま長い間、もう50分も喋ってますから、言ってる間に。はい。じゃあもう、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。いやいや、ちょっとまた、あの、落ち着いたら、サウナ行きましょう。いいところ、僕、たくさん知ってるんで。 はい、ぜひ案内してください。はい、ということで、えー、っと、はい、石井智也さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい。